皆さんこんにちは、チンアナゴのアナコです。アナザワユウスケチャンネル、もうすぐ始まります。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。なんだったら今すぐいいねボタン押してください。それではアナちゃんよろしく。はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんことアナザワユウスケです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さて今日はですね、全盲の人、それから強度弱視の人、受験や試験の時はどうしてるのっていうお話です、ね、気になりますでしょ、受験試験ね、問題が見られない、ね、そしたら受けられないんじゃないの、ね、結構ね大変は大変なんです。でも今ねほとんどそうだな、まあ受験、点字で受験したいです、拡大文字で受験したいですっていう希望を断られることはほぼないんじゃないのかな今は。まあ私がそのね、受験やら試験やらっていうので一番密接に接してたのはやっぱり高校ぐらいの時ですけど、中学高校の時ですけど、まあその時ですらそうですね、一般の大学受験するのに点字受験はダメっていう学校はなかったように思います。まあ拡大も私ちょっと周りに拡大で受けるっていう人いなかったんですけど、でも拡大読書機とか、いわゆる拡大するルーペ、ああいうのの持ち込みもね、断られないと思います。断られなかったと思うので、おそらくね問題なかったと思うんですよ、で点字のね、ただ受験の時はちょっと大変で、あらかじめその点字で受験したいっていうことになると、その点字に訳す点訳の、まあスタッフさんというかボランティアさんとか確保しないといけないわけですよ。で受験ってほら結構その問題が流出しちゃったらまずいじゃないですか。だからもう当日の朝とかね、学校に入って訳してもらったりとか結構大事なんです。でもちろんその回答した点字もね、普通の文字に直してもらわないといけないし、まあ、割と大事ですよね。で点字の場合だと 1.5 倍とか、時間延長をもらえたりするケースが、拡大もそうかな、運がいいと2倍もらえたりもするのかな。まあやっぱり圧倒的に読むスピードはね、一般のいわゆる普通文字、墨字って私たち言いますけど、それよりも時間がかかるので、そうやって時間延長なんかもこう交渉してね、もらったりする。まあ何はともあれ点字の受験はね一応できることになっております。そういう形で、資格試験やら受験など受けておりますという、今日はそんなお話でございました。今日のお話面白かったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。